政府は日本政策金融公庫の新総裁に元財務次官の田中和歩氏の起用を決めました2代続けての天下り人事ですまたも財務官僚からの天下りで財務省内からも批判の声が出ています行政改革の一環で発足した日本政策金融公庫は非効率な経営を避けるため 初代総裁には民間から登用されましたところがその後任に元財務次官が就任し天下りの復活と批判を受けましたが今回も元財務次官の田中和保氏に決まり2代続けての天下り人事となりました田中氏は安倍総理の元秘書官で消費税増税先送りでも官邸と歩調を合わせるなど財務省内ではお友達人事という声も上がっています